粛々と福山哲郎前幹事長に対して落選作戦が進められている感じがしますね。にしても前原さん、どんな顔をして話をしてたんだろう。皆さん、こんにちは。はねです。本日は2022年4月21日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、福山さん、四面楚歌だね、ということになります。 この動画では2022年の参議院選挙で熱い戦いが予想されている選挙区京都についての最新情報及び敵対まではしてなかったはずの国民民主党の動きも見ておきたいと思いますので最後までお楽しみください。また福山哲郎年貢の収め時だなって思われる方はぜひ高評価ボタンを押していってください。では今回の目次はこちらです。 では、軽く事実環境を確認しておきましょう。立憲民主党の前幹事長、福山哲郎氏は、2022年の参議院選挙に、立憲民主党の公認を受けて、選挙区京都から出馬するんですよね。で、この選挙区は2人区であり、これまでの参議院選挙では、ある意味仲良く自民党の議員と福山哲郎氏が議席を分けてきたんですよね。2004年、2010年は自民党の二の予算が2位で、1位は福山さん。 2016年は二之湯さんが1位で2位が福山さん。そして今年は二之湯さんが引退し、自民党からは京都市議を14年務めている新陳が出ることになりますが、まあ地盤的にもおそらく自民党の議員はちゃんと当選してくるんでしょう。少なくともいい勝負はするはずです。また京都の特殊事情で、ここは共産党と立憲民主党は選挙協力をしないんですね。2021年の衆議院選挙でもここは協力をしてないんですよね。 それは参議院選挙でも同じで、現に2016年の参議院選挙では、時点で共産党の候補が落選していますからね。そんな中、今勢いのある維新が京都に候補を立ててくるのではないか。そして国民民主党というか、前原誠司氏が立憲民主党に敵対するのではという話があったんですよね。すなわち3年前の参議院選挙で国民民主党は斎藤アレックスさんを公認していたんですが、 福山氏が後から立憲候補を擁立し、斎藤アレックさんの擁立は諦めたという経緯があったりするんですよね。そのために以前から国民京都府連としては福山さんに一本化する義理や借りはないと明言していたんですね。そんな状況において日本維新の会が4月15日についに京都で候補者を出すことになったんですね。元大阪ガス会社社員の楠井裕子氏という方で新人さんですね。 つい最近も京都府議の補選で維新は議席を獲得しており、それなりに勢いがある状態ですが、新人とはいえ維新の候補が出るというのは、福山さんからしたら脅威ですよね。共産党の助けが借りれない状態で、これまでは自民党と分け合ってた2議席を維新候補が取りに来ている。補選の様子を見ていると、決してあり得ない話ではない。そんな状況において、ついに国民民主党が動いたということですね。こちらをご覧ください。 こちらは4月20日の京都新聞の記事ですね。見出しは。前原氏会見。福山さんと敵対するわけではない。参院選京都で対決。国民が維新候補推薦ですね。おー、前原氏。ついに動いたのね。しかも、国民民主党と微妙な関係が最近続いていた維新と、がっつり協力関係になるのか。では、中身も見ておきましょう。以下一部によです。 日本維新の会と国民民主党は20日、夏の参院選をめぐり、京都選挙区改選数2位と静岡選挙区改選数2位で、双方の候補者を相互推薦することで合意した。国民の前原誠治代表代行兼選対委員長衆院京都2区は、京都選挙区で立候補を予定する立憲民主党現職の福山哲郎前幹事長を支援せず、 福山氏のライバルとなる、維新新人の楠井裕子氏54歳の支援に回ることになった。同じ旧民主系の議員として30年近く京都の選挙で名友関係にあった前原氏、福山氏の領有が他元を分かつ。前原氏は維新の馬場信之共同代表らと国会内で共同会見に臨み、京都選挙区の対応について、前原さんはキャリアも積まれて立派な政治家だと思う。ぜひ頑張っていただきたい。 福山さんがダメではなくて、新たな政権交代を目指す受け皿を作るためには、日本維新の会と協力したい。立憲民主党の中にも、こうしていただける方はいると思う。福山さんを排除するとか、敵対するわけではない。定数2の選挙区ですから、福山さんにも、ぜひ当選していただきたい。と話した。福山氏は2月、前原氏や国民民主党の関係について、京都新聞社の取材に、 非自民、反共産の理念を一致している仲間を、京都では大切にしたい。今はたまたま残念な状況で、党は違うけれども、特に地方の政治では一緒にやっているんだから、あまり違いを強調するのがいいこととは思わないと述べていた。以下略。以上ですね。いやー、面白くなってきた。というか、話が入り乱れてますね。 ま、先ほども触れたように、立憲と共産だって、野党共闘だ、候補者一本化だと言いながら、京都などでは、それを拒否したり、簡単な話じゃないのですから、別に他の野党が入り乱れてもおかしくないのでしょうが、で、記事にもあるように、国民民主党と維新が静岡と京都で協力関係に立つということですね。新馬幹事長の地元、静岡は、維新の組織力が弱く、そこで静岡では維新が国民民主党のサポートに回る代わりに、 京都では維新のサポートに国民民主党が回るということですね。にしても京都でのこの前原さんと福山さんの絡み方面白いですね。もちろん理論上、定数理の京都選挙区では維新の候補が当選してもまだ議席が空いてますから福山さんも一緒に当選することもあり得ますし実際にそうなるかもしれませんよ。しかし自民党の新陳が弱いとも思いませんし共産党が福山さんのサポートに入ることはない。 そして CLP ソードについても福山さんの印象は非常に悪いものであり、これはね、この状況で福山さんにもぜひ当選していただきたいって前原さんのセリフ。なんか福山さんを挑発しているような印象を持ってしまう。 と、まあ、このように、今、京都では、福山法移網が着々と準備されている気がしますね。本来であるなら、自民党新人で、現在、京都市議の吉井候補が、これまで培ってきた京都での信用を、どうやって票に繋げるのかと、まあ、ある意味、自民党新人さんのお手並み拝見という感じだったかもしれませんが、去年の衆議院選挙での敗戦、そして幹事長から退いた福山さん、CLP 騒動などで傷を負った福山さん、 そして勢いのある維新が国民民主党のサポートを受けて京都で候補だし、これ、相当野党票が割れますよね。維新候補の立候補の影響を受けにくい自民党と案外、野党の分裂に巻き込まれない共産党が滑り込んだりして、さてこのような状況、というか前原氏のコメントを見て福山さん本人のリアクションが出ていますね。こちらは4月20日、午後11時5分の福山さんのツイートですね。以下引用です。 国民民主党が維新候補に推薦決定しました。党のご判断とはいえ、前原さんは昔から仲間だったので残念です。私は京都と日本のためにできることを一つ一つ取り組んでいくのみ。ゼロから立憲を立ち上げた思いは全くぶれていません。福山哲郎が必要だと長年後押ししていただいた皆様と頑張っていきます。以上ですね。まあ、党の判断であることは間違いないわけですが、前原さんの維新も結構強い気がしますけどね。 まあ他党なのですから、本来別に応援する義理もないんじゃないわけで。だからこそ、2019年に福山さんもアレックスさんを追い込んだわけでしょうし。さて、半年後に福山さんは、どんな立場になっているのかな仮にこの危機を乗り越えれば、泉健太さんが倒れた後に復帰の目があるかもだし、そうでなければね、ねえ。 まあ、うちのチャンネルとしては、福山さんに大変ね、お世話になっていますので、これからの活躍をお祈り申し上げております。皆さんはどんな感想を持たれたでしょうかぜひともね、皆さんのコメントをお待ちしております。またね、ぜひともチャンネル登録、高評価、拡散もお願いします。ではね、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ